こんにちは、ゲームギークです。世界中で多くのプレイヤーに愛されている低遅延ワイヤレスゲーミングマウスのロジクール G プロワイヤレス、それをさらに軽量化した最新型ロジクール G プロ X スーパーライトが発売されました。重量はなんと 80g から約 60g になっていて、 25% 近くも軽くなっています。その代わりに右のサイドボタンがなくなったり、ライティングが全く光らなくなったりしてますけど、パフォーマンスに特化したことでより競技向けになったとも言えます。その外観と性能について旧 G プロと比較しながら見ていきます。しっかりした作りの外箱、開けるとマウス本体、これは USB レシーバードングルと延長アダプター。 USB レシーバーにはちゃんとプロ X って書いてありますね。延長アダプターは電波の受かりが悪い時などに USB レシーバーを机の上に延長するためのものです。ケーブルはラバータイプで、先端はマイクロ USB。 グリップテープ、やや薄いんですけどグリップ力は結構あって、貼って使うとマウスが指に吸い付いてきます。マウスフィートが貼られた蓋、もともとはロジクールのロゴが書かれたものがはまってます。これには凹凸があってマウスフィートが貼れないから予備の蓋つけたのかな、ちょっとわからないですけど、マウスフィート貼られた方は若干だけ重いですね。あとはステッカーと保証書とクリーニング用の白いクロスがついてきます。クリーニングクロスはグリップテープを貼る前にマウスを拭くためのものです。同梱物は以上。他の公認サポーターに聞いてみたら、一番多い読み方がプロ X だったので、ここではそう読んでいきます。このマウス定価で 17,820 円とマウスとしてはトップクラスに高い価格設定です。でも多分実際買うときにはもうちょっと安いと思います。で、プロ X は左右対称型の無線マウスなんですけど、旧型は右にもボタンがあって左手でも使えたんですよ。今回のプロ X は極限まで軽量化を行ったため、右のサイドボタンはなくなりました。なので右手用になります。コーティングはマットタイプで、油汚れなどは目立ちますが、布とかで拭けば割と簡単に綺麗になります。メンテナンスは楽ですね。これ旧型は黒のみしか販売してなかったんですけど、プロ X では白いのも仲間入りしました。私は G プロのチャリティ限定色のゴーストっていう白色バージョン持ってるんですけど、多分見た目はプロ X の白と一緒じゃないかなと思ってます。これスノーホワイトって感じの白色で、かなり綺麗なのでこちらの色もおすすめです。こっちはね、汚れも目立ちません。サイズは実測値で長さが 125mm、 グリップ幅が 58.8mm、 そして高さが 39.8mm でした。分類は中型サイズです。重量は 60.3g でとても軽いです。それでいてハニカム構造ではないので、持った時に違和感もありません。旧型とシェイプは全く変わってませんので、乗り換えようと思っている人は安心です。独特なシェイプではなく、非常に万能な癖の少ない形です。どのような持ち方でも使いやすいんですけど、その代わり器用貧乏とも言えますね。かぶせ持ちは持ちやすいといえば持ちやすいんですけど、背丈が高めでややカーブがあるので、少しだけ指の関節が離れる印象ですね。浅めに持てば解決します。一方つかみ持ちはとてもいいです。手の腹のポジションがしっくりきて、サイドもしっかりと握り込めて安定します。つまみ持ちはマウスが非常に軽いため、苦労することなく動かせるし、持ち上げも簡単。マウスボタンとかもハニカム構造じゃないので、浅く持っても大丈夫です。ビルドクオリティは非常に良くて、強く押してもきしんだりすることはありません。振っても音は何も鳴らないですね。静かです。センサーはセンターよりもちょっと前より、マウスフィートは前後に大きいものが2枚貼られています。独自のヒーロー 25K センサーは最大 DPI 25,600、 センサーテストの反応は良好でした。リフトオフディスタンスの距離を測ります。この数値が長いとね、マウスを浮かせてポジションを移動させた時に意図せずカーソルが動いてしまう可能性があります。結果は 0.9mm で、かなり短くて優秀でした。マウスフィートは 100% PTFE、 よく見ると青っぽいです。最初は滑りも結構良かったんですけど、スカイパッドっていうガラスのマウスパッドで使い続けてたら、かなり早く摩耗しちゃいました。なるべく替えのマウスフィートを用意しておくといいかも。旧型はもっと小型のものが4枚貼られてたんですけど、新型はかなり大きくなってますね。さらにマウスフィートが貼られた蓋に付け替えると、ほとんどがマウスフィートで覆われます。で、今取り外したこの蓋のところ、ここには USB レシーバーが収納できるようになっています。このポケットがないと、マウスを片付けるときとか、どこかへ持ち運びするときとかに USB レシーバーをなくしちゃう可能性が出てきます。私なんかよく物なくすので、ないとやばいです。蓋のマグネットサイズ、実は微妙に違うんです。旧型は大きいんですけど、新型はこんな感じで小さくなってます。構造も若干簡単になってます。その結果はというと、旧型のカバーが 2.6g、
新型は 1.4g でした。これだけでだいたい 1g も違います。ちなみに新型のカバーは旧型にくっつけることも可能です。ではここでマウスボタンのクリック音を聞いてみましょう。メインのマウスボタンはカチッとクリスピーな感触と音のメカニカルスイッチです。押し心地はやや固め、特に旧型と比べると硬くなったかなって感じです。しっかりしたクリック感があってストロークは普通くらい、どちらかというと深い方です。プリトラベルは比較的ありますが、ポストトラベルは少なめ。サイドボタンはフロント側が軽めの押し心地で、リア側はそれよりも少し硬いです。プリトラベル、ポストトラベルともに結構あります。リア側は跳ね返りが結構あってフィードバックがちゃんとあるんですけど、フロント側はちょっと反応薄めです。ボタンが小さいのでホームポジションで親指に触れません。個人的には好きな位置。スクロールホイールは旧型に比べるとほんの少しだけ重くなってますけど、とてもスムーズで音が静かになりました。またどちらに回しても一定の音なので、そこは高評価です。タクタイル感は旧型の方がしっかりとしてた印象ですけど、プロ X も問題なく使えます。クリックは適度な力で押せるので使いやすい。そこにあるのが電源スイッチ。赤が見えているとオフで、青が見えているとオンです。旧型には DPI スイッチがありましたが、新型では軽量化のためなくなりました。 DPI スイッチなくすのって結構思い切ってますよね。 DPI はゲーム途中とかで簡単には変えられないので、よく変える人は素直に旧型にした方がいいかも。最大バッテリーは70時間で、旧型の60時間から10時間ほど伸びました。70時間はワイヤレスマウスとしては平均的な数値で、思っているより長く使えます。ケーブルはラバータイプですが、細めで綺麗に巻かれているので変な巻き癖はありません。割としなやかで充電用ケーブルとしては十分ですね。先端は三つ股の特殊な形をしています。多分根元からポキッと折れないようにかな。もしかして汎用的なケーブルだと接続できないんじゃないかと思って、別のマイクロ USB ケーブルを差し込んでみましたが、意外といけました。ケーブルを変えられるのはありがたい。ちなみにこれは旧型と形は変わってないので、そっちを持ってたらそのまま流用可能です。本マウス軽量化のためにライティングは全くなくなりました。旧型ではトップシェル後方の G のロゴがね、光るようになってたんですけど、 Pro X ではただのマークになっています。このロゴが光るのって、手から離してる時とか部屋に戻ってきた時にチラッと見えるのが、それはそれでいいんですけど、ゲームプレイ中ってほとんど見えないし関係ないので、それをなくして軽量化できるなら全然 OK ですよね。ライティングはないと言いましたが、一応電池の残量を確認するための小さな LED は一つ残ってます。これ旧型だと3つポッチがあって、光り方で DPI の感度を確認できました。 Pro X はマウス単体で DPI を変えられないので、必要なくなった感じですね。次に付属してくるグリップテープを見ていきます。最近流行ってるグリップテープですけど、マットコーティングだと手が滑って仕方ないっていう人にはとても嬉しいアクセサリーです。ついてくるのはマウスボタン2枚と両サイドの計4枚。多少重さはあるので、貼ると 1-2g は重くなると思います。グリップ力は結構いいですね。手に吸い付くようになります。ちなみにこれ剥がして再利用することもできるんですけど、剥がす時に結構伸びちゃったので、乱暴に扱ったらちぎれるかもしれません。それもあって何度も繰り返し使い続けられるものではなさそうです。今はリザードスキンみたいな自分で切り貼りするグリップテープも売ってるので、いわゆるこの公式の型紙は捨てずに取っておくといいと思います。ソフトウェアはロジクール G-Hub ソフトウェアです。ライティングとかないので、思いのほか設定項目は少なく見えますね。ボタンの割り当てとか DPI の変更ができます。このマウス DPI ボタンないので、ここで選んだ DPI で固定になります。デフォルトでは800になってるんですけど、ここで別の DPI を選択してもこのソフトウェアが起動していないと設定が反映されません。毎回ソフトを起動している人はいいですけど、そうでもない人はオンボードメモリを使う必要があります。まずここで好きな DPI を選択しちゃいます。ここのプロファイルが後で割り当てるやつなので覚えておいてください。そうしたら右上の歯車マークをクリックします。で、このオンボードメモリモードっていうのをオンにしてください。そしたらこのプロファイル1っていうところをクリックします。ここでデスクトップというプロファイルをクリックして割り当てます。これで先ほど選択した DPI が保存されました。ボタンの割り当ても保存されますので、変更してたら要注意です。
人気のワイヤレスマウスがサイズはそのままに 60g と最も軽いワイヤレスマウスとして生まれ変わりました。完成度は高く、今まで G プロを使っていた人でも十分に乗り換える価値があると思ってます。洗練されたシェイプは相変わらず万能感のある使いやすさですけど、唯一無二のフィット感とまでは及ばずっていうのが正直な感想です。右サイドボタンがなくなったことによって左手で扱うことができなくなったのも注意点の一つですし、 DPI をよく変更する人にとって DPI スイッチがないのは痛手かもしれません。このあたりはよく吟味して旧型にするのか新型にするのか決めるといいと思います。旧型が必ずしも劣っているわけじゃなくて、新型にはない機能がありますからね。このプロ X、 軽さが売りなんですけど、もう本当に軽くて使いやすいので手に取ってみてほしいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で。